スタートしました。5号艇村坂トップタイミング、スロー3艇揃った状態で中口小島井口、1号艇の中口がまずはコーナー先手、井口が狙い撃つまくり出し、2号艇クロット艇後半発の小島、3号艇流された、1号艇の中口の引頭走、2号艇の小島が距離を詰めるが沢一定心、3番手は4号艇の寺田翔が優勢であります。前提スターター正常、2号艇外へボートを出した瞬間、4号艇の寺田翔潜り込む、2号艇外行った、2号艇の小島包んでかす、4号艇波はまって後方6号艇前詰まり、3号艇の井口が巻き返してきた、3番手らせば3号艇の井口が一定新先行であります。外には寺田翔、5号艇インコースのラインを変えた5号艇村松、3号艇は5号艇を